おはようございます。スタジオアペルシーニの子育て応援相談員の阿部です。今日はとてもいい天気ですね。今日は外から配信したいと思います。今日はですね、シリーズものの最後、じゃん、幼児の発達10段階その10、これはお金なんです。お金、これはですね、お手伝いの効果のところでも話したんですけれども、ポイント、まず1個目はですね、買い物です。まず買い物、何を伝えられるかっていうとですね、お金の使い方であったりですとか、1円が10個で10円になるとか、そういうものが実際に分かってきます。あまりですね、おもちゃとしては扱ってほしくはないんですけれども、実際にやっぱお金を触らせてですね、1円が10枚で10円になるね、1円が5枚で5円になるね、なんていうのがすごくいいと思います。あとは買い物なんていうのは足し算引き算の連続ですよね。これとこれを買ったらいくら、1000円払ったらお釣りはいくら、なんていう形でプラスマイナス足し算引き算の練習になると思いますから、お金ちょっと難しい概念で子供には最初理解しづらいんですけれども、ぜひ日常会話の中で、日常生活の中でやってみてください。あと2つ目、これはですね、幼児の発達とは別なんですけれども、ぜひ一緒に子供に教えてほしいのは、お金の持ってる意味なんです。お金の持ってる意味、このお金を稼ぐためにお父さんお母さんがですね、どれだけ苦労をして、どれだけ仕事をしたか、お金の大事さ伝えていきましょう。よくいるのがですね、やっぱりそのままお金の価値もちゃんと大きくなってしまうと、お金の持ってる制限の大切さがわからないので、なんか違うことに、大事じゃないことに使ってしまったりとかするお子様ってすごく多いんですね。ですから、このお金を稼ぐためにどれだけの思いがあって、お父さんお母さんがお仕事をしたりとかしてるかっていうのをしっかり伝えてあげること。幼児っていうのはですね、こういう道徳感ってすごく入りやすいです。これが9歳、10歳になっていくと難しいですから、小さい頃から道徳心入れること、すごく大事です。さあ、最後に、今回はですね、幼児の発達10段階ということで、シリーズもので第10回として届けてきました。ちょっと地域中心になってきましたので、次回からはですね、どちらかというと道徳ものを一緒に入れたりとか、お母様の悩みですね、っていうものを中心にフォーカスした話をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。本日は以上です。ありがとうございました。